はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、サタンです。スターウォーズローグスコードロン2パート9の方を撮っていきたいと思います。前回のね、あの鬼畜ミッション、あのまさかの2パートに分けてしまったあのミッションから新しくエンドアの戦い、こっちをやっていきたいと思います。どうやらこれ X ウィングが最初の機体ですね。説明の方聞いてみたいと思います。アクバー提督のホームワンを機関とする同盟軍艦隊はエンドア軌道上にある第二レススターへの総攻撃を開始する。すでにハンソロ率いる突撃部隊はシールドジェネレーターを破壊するためシャトルタイデリアムでエンドアに侵入している。カルリジアン将軍の攻撃部隊とともに第二レススター中心のメイン反応炉を破壊せよ。はい、ということです。ではやっていきたいと思います。エンドアの戦い、いやマジもう前回のがもうバカバカ、よいしょ、 X ウィングだけですよね。またやっていきましょうか。 R2 よろしく。久しぶりやな、 X ウィングのんのも。いつぶりやろ X ウィング。コスリスの戦いでちょっと乗ってぐらい、ちょっとってか最初のちょっと乗ってたぐらいですかね。それ以来また乗ってなかったんですね。準備完了、電気位置についた。え、秒読み開始。各部隊は攻撃座標に従って進め。ソロがやってくれるさ、心配ない。シールドを消してくれるはずだ。でなきゃ即全滅だけどな。全艦私の合図でハイパースペースにジャンプせよ。了解、準備よし。フォースと共にあらんこと。かっこいいな、急に。ソロさんかっこいいな。あのこれ、これ乗りたいな。フランフランしてるけど大丈夫かなこれ。かっこいい、なんかいつにもなくオープニングかっこいいぐらいですか。わあ、これ作りかけ。エスフォイルを戦闘ポジション。シールドの位置が全く読み取れないぞ。なぜ通信が妨害される。待てよ、奇襲がバレたのか。攻撃中止だ。前期引き返すんだ。じゃあ俺引き返そう。開始するんだ。ウィングループ MV7区から離れるな。提督、敵艦隊を47区に発見。罠だ。あの後ろにいるのまさか潰すんじゃないですかね。俺そんな無理ゲーやっすよ。気をつけろ、迎撃機だ。攻撃速度に加速しろ。クルーザーから敵の目をそらすんだ。了解。うわ、おお、どうするんだレッドリーダー。敵を引きつけておけ。敵戦闘機をおびき寄せる。これ無理でしょ。出たな、鬼畜ミッションパート、いくつか分かんなくなってきた。もういい、全部が鬼畜ミッションだ。レッドリーダー、砲撃を受けています。砲撃、すごい数だな。なんだそれは。多分これあれなんですよ、いつも通りあの なんだっけ このフリゲート艦が考えられる多分負けなんですよ。でフリゲート艦はあれなんですけど、フリゲート艦またじゃあ一匹ずつ潰していきましょう。ガチモード。でもこれ絶対ぶつかるでしょ。これ今さからすごい飛んでますよね。どこ行ったあれ。いたどうするんだレッドリーダー。もう仕方がないじゃん。了解レッドリーダー。やるしかないこれは。あと少し持ちこたえろ。敵だ、ポイント O6。よく言ってる意味わからないけど、まあ、敵なんだな。あ、これ味方だった。あいつこれ絶対ぶつかるでしょ。
ちょっと任務確認していいですか。これ多分全機討伐ですかね。ちょっと任務確認します。病院船を護衛せよ。要するに護衛ミッションですよね。どうするんだレッドリーダー。敵を引きつけておけ。戦闘機に向かう。これも違う。くっそ、もう敵がどれか分かんないんですよ。もう全部敵みたいに見えて、しかもびっくりするようで当たんないしね。ちょっと待って、当たんない当たんない。ちょっとね、いつもとコントローラーの持ち方違ったんで、ちょっといつもスタイルに戻しません。ちょっと力の 手の力を手の力抜いて。ポイント O3 に爆撃、爆撃を撃ち落とすんだ。爆撃 OK です。あの買ったやつだな。ポイント O3 ってどこだよ。こっちか。右旋回、はい。どうするんだレッドリーダー。なに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 、あれか。急がないと。敵を引きつけておけ。戦闘のやつをやるぞ。ひーつー。レッドリーダー、長くは持ちません。病院船は長くは持たないぞ。R5、なんとかしてくれ。え、 R2 じゃないの、 R5 なの。これって衝撃の真実が分かってしまったかもしれない。あったあった。 これでしょ多分。この爆撃機でしょう。お前爆撃機の割にミサイルが目の前に飛んでってるだけなんだよ。ふざけやがって。無重力空間だからってなんだ、調子乗りやがって。よし、 OK。いや、うるさいな、もう。どこにいるんですか。ここにいます。病院船は爆発寸前だ。どこ病院船。病院船これですよね。了解。あ、まだいるんだ。おもおもおも、あの、遊んでる、戯れてる場合じゃなかったっす。あとどこ、あとどこ、あとまだある、まだある、まだある、きっとまだあるぞ。どこだ。くっそ、わかんねー。戦闘のやつをやる。痛えのは確かだがわかんねー。どうするんだレッドリーダー。うもう。戦闘機に向かう。あ、あったあった、これだな。今あったあった、痛い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 、あいつは。いやー、ちょっと待って。あー、痛い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 、ちょっと待って、当たんない当たんない。動きが意味わかんない、予測ができない。スタビライザーを固定するんだ。スタビライザーって何、スタビライザーって何、教えて。これ病院船なんですよね。これか。やめなさい。怒ってるよ敵に俺。どうするんだレッドリーダー。敵を引きつけておけ。戦闘のやつをやるぞ。もう一回行きます。まだ3機もいる。これでやった方が多分楽ですね。敵がどれか分かんないですもん。これですか。いや、あと1機、あとどこ。あー、いた。お前で最後だ。いや、病院船リデンプションをやられた。リデンプション、完全な敗北か。はい、ということで初オツですね。初オツ、このミッション初オツ TIE ボマーの、なるほど、爆攻撃、なるほどね。要するに TIE ファイターほっといてボマーは全部倒しとけって話ですね。わかりました。やっとミッションが分かったところでやっていきたいと思います。なんかダメですね、喋る、あのね、あれなんですよ、集中した、秒読み開始、飛ばしますね、ちょっとかっこいいけど。
で、無駄、分かりました。一回もう全部流れ掴んだんで大丈夫です。シールドの位置が全く読み取れないぞ。なぜ通信が妨害される。もうしゃべれる。奇襲がバレたのか。攻撃中止だ。前期引き返すんだ。イエーイ。もう普通に喋れますよ。大丈夫です。するんだ。グリーングループ MV7区から離れるな。うわ、デススターのなんつんだっけあれ。あのでっかいやつ。要するに病院線の近くに行って、病院線の近くで TI ちょっとつけますね。これこっちか。敵は病院線に向かっている。ゼットリーダー、攻撃を受けています。敵を引きつけておけ。というわけで病院船をね、助けたいと思います。すごい数だな。病院船これか。リデンプションもさ、あ、これもしかしてフリゲート艦リデンプションってそういう意味だったんですね。病院船だから武装がないんですね多分。わかんないですけど、そしてこのアンテナの当たらなさ。いて、ほんと強い。やばいかもしれない。敵だ。ポイント O6。 これ後ろ振り払ってくれないかな。先頭のやつをやるぞ。ほんとびっくりするぐらい強い。あ、来たな、来たな。この音は来てない、来てないですね。まだとりあえずまたこの辺の雑魚敵を。いてえ。ちょっと待って、倒せないんだけど。爆撃を撃ち落とすんだ。爆撃機、来た、いっぱい来たなぁ。よっこいしょっと。病院船が猛攻を受けてると。うるさい、こっちだって頑張ってるんじゃない。病院船が猛攻を受けてるからだな。ちゃんと俺は敵機を狙って着実に数を減らしてるんじゃない。でもね、なかなかねこれ当たんないんですよね。やめて。長くは持ちません。病院船は長くは持たないぞ。当たんないんだもん。ちょっとてか病院線狙うとかさ、どんだけあいつら嫌がらせ好きなんだよ。そんなさ、非力な病院線とか狙って何が楽しいの本当に。R5 なんとかしてくれ。 R5 ほんとなんとかしてよ。ほんとに当たんないんだからさ。命中力アップとかないの。爆発寸前だ。急がないと。こんなペースで全然ダメっすよね。また病院線が破裂する。でも意外にこれがこの何レッドリアどこですかがあってから意外に長い気がする。
そうでもない、数が多い。もう少しだ。すいませんね、画面チカチカしてるかもしれないですけど、これ塩です。そうしないともう見えなくて戦えないですよ。左旋回。どこ行った後。あ、痛い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 。当たってくんないの。スタビライザーを固定するんだ。いやマジこれ鬼畜。R5 喜んでもお前何も出ねえぞお前。あと一機。あと一機からが長い。やめて。よっしゃ。よし、これで全員だ。戦闘機しか攻撃してこない。よし。おっと、おっと。わお。今なデススターからだ。完成していたのか。ホームワンどうする。まずいぞ。全機撤退準備だ。最後のチャンスですよ、提督。仕方あるまい、カルイジャン将軍。あのパワーでは我が艦隊などひとたまりもない。もっと接近しろ。懐に飛び込んでスターデストロイヤーを射程内におびき出すんだ。本当に言ってんの。そこまで接近してしまっては長くは持ちこたえられんぞ。どうせデススターにやられるな。その前に何隻か道連れにしてやるぜ。なんかスターデストロイヤーのシールドジェネレーターに攻撃を集中しろ。こちらレッドリーダー、攻撃に入ります。どうするんだレッドリーダー。敵出てくるかな、わかんないけど。キャノン砲攻撃のおとりになる。行きます。これあれですよね、多分ありましたね、こんなやつね。なんだっけ、あ、ランデブーですよね。いやー、ランデブーで一回ね動画見直して気がついたんですよ。後ろからだと攻撃されない。砲台の量が少ないんですよ。なのでランデブーで覚えた後ろからの攻撃技っていうのはね、実践していきます。でもこれ相当時間かかりますよね。一石フルペースですよ多分。かなりやられている。ゴールドリーダー、あとどれくらいだ。あった。頼むぞハン、がっかりさせんじゃないぞ。シールドが消えた。オッケー。ブリッジを叩け。上手くなったんじゃないですか。ソロさん頑張。まあ俺も頑張ってるけどね。おら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 おどんだけお前やる気だったんだよ。あれですよね、ブリッジって。仕方がない、これは一機は仕方がないです。もともとちょっとヘルスがなかったんで仕方がないとして、でももう一機は落とす。あと二機あるんでね、これで落としに行きたい。オッケー、オッケー。次行きます。いやちょっと待って、また後ろから行きましょう。援護を頼む。ベジ、提督のクローザーを守れ。敵を引きつけておけ。任せるんだレッドリーダー。だいぶ俺もう真面目モードっすよ。リペアリペアリペア。早くジェネレーターを潰すんだ。レッドリーダーどこにいるんだ。下にいるけど。ポイント95に迎撃機。いやーもったいない、あれは突っ込むべきだった。次行きます。
消えた。よし、オッケー。ブリッジを叩け。ブリッジってあそこのちっちゃいとこなんですね。今知りました。あのブリッジはあれです。わかりますかね。あれです。あれがブリッジです。どうだ、やったぞ。うわー、どうよー、ヘルスがない。もうこっち来ないで。誰もこっち来ないで。すげえ、傾いてる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 。提督の船にちょっと敵近づけたくないんですけどね。ちょっと自分のヘルスないんで、あんまり敵と戦いたくない。シールドが消えた。デススターのメイン反応炉を攻撃するんだ。え、デススター。レッドグループ、ゴールドグループ、電気俺に続け。やってくれると言っただろ。おっしゃー、しゃー、はい、クリア、イエーイ。エンドワの戦い終了しました。まあね、ちょっと標準コンピューターをちょっと使ってしまいましたね、今回は。だいぶはい、ということで知ったと。割と今回もこれもスムーズにいけたと思います。ではですね、エンドワの戦い終了です。次回第2デススターやっていきたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。